朝日新聞の信頼度、はい、今年も全国紙で最低と。あ、ザマーですね。これはブロゴスに島田則正さんという、はい、IT ジャーナリストの方、うん、これもともと読売新聞の方なんですかね、はい、書いた記事がありまして、はい、まあ、表題通りですよ、はい、朝日の信頼度が、このまあ海外の調査で全国紙最低だと、はい、そうですね、はい、これはジャーナリズム業界の現状を報告するオックスフォード大ロイタージャーナリズム研究所の、まあ、デジタルニュースリポート、はい、レポート、2019、はい、まあ、これをもとに記事を書いているんですけども、はい、まず去年のレポートで話題になったのは、うん、レポートの後半各国編にある日本のニュースメディアの信頼度ランキングでした、はい、高級紙を自負しているはずの朝日新聞が経営難が伝えられる産経新聞の後塵を拝し全国紙では最下位に沈んだことでしたと、そうですね、いうことなんですよ。全国紙だと産経の下に毎日と朝日がいるからね。そうなんですよね、産経の上だからね、うん、毎日と朝日が下だからね、うん、で全国紙でいうと日経が一番上なんですよ、うん、はい、そうですね、日経、うん、読売、はい、産経、毎日朝日っていう、そうですね、はい、はい、だからおなじみの左派新聞が下に来てるという、はい、そうで朝日のすぐ下はハヒントンポストですからね。同じようなもんじゃないかっていう、そう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 、うん、リベラルチームでね、はいはい、でその下がバズフィードジャパンそうそうそうで、はい、さらにその下に、はい、週刊新潮、はい、さらにその下最下位が週刊文春だという結果が、はい、まあ、ここは憎まれてるからだろうねって感じだけどね。いろいろなものにかなりでも彼らはエビデンス取るっていうのがあるし、うん、まあ、当たりもあるし外れもあるっていうのがあって、そうですね、角度が、ね、低いニュースもまあやっちゃうっていうのがあるんだけど、うん、まあ、それは週刊誌だからなんだけど、うん、朝日がもうねハフィントンポストとかバズフィードジャパンとかと一緒だろうみたいなノリはあのざまみろと言いたいです、ね、はい、高級紙というかクオリティペーパーがどうしたんだと、はい、じゃあトップは何かなと、これ新聞だけじゃなくて、はい、あのテレビとかも、はい、まあ、文春とか入ってますから、はい、入ってるんですけども、うん、トップ何かなっていうと、はい、なんと NHK ニュースなんですよね。むむむって感じですね。むむむっていう、はい、はい、そうですね、トップがまあお年寄りとか見てますからね、はい、そういう点で信頼度が、うん、まあなんていうか NHK なら間違いないだろうっていうところがあるのかもしれない、はい、で日経が来て、日本テレビ、うん、でローカルニュースペーパー、はい、地方紙で TBSフジテレビ、はい、テレビ朝日、うん、ですからこれテレビ朝日もテレビ業界だと最下位なんですね。最下位なんだよね、だから朝日がいかに誰がないか朝日系列ね、そうですね、うん、はい、はい、残念ながらで去年からこのランキング変わってないんですよね、うん、朝日毎日フジ産経、はい、テレビ朝日、そうですね、はい、変わってないですね、うん、去年に引き続き、はい、毎日、はい、朝日、うん、これはもう最低だと、そうですね、はい、まあ、まあね、十軍ヤンフとか、うん、あと百人切りだとかね、うん、もうこいつらのせいで世界にね嘘をまかれちゃったんでね、はい、うん、はい、それが出た感じですね、うん、ただ全国紙のトップ、はい、日経との差は 0.7、うん、だからそこまで、うん、開いてるわけではないんですけど、うん、そんな中で、うん、最下位2年連続を達成したと、はい、そうですね、はい、はい、いうのがこれですね、はい、でさらに読み進めていくと、うん、ほとんどの場合ほとんどのニュースを信頼するかの項目があってですね、うん、全体の平均は 42% が同意しましたが、うん、日本人で同意したのは38カ国中25番目の 39% にとどまっています、うん、平均よりちょっと疑り深い、うん、ちなみにビリは前年同様韓国で 22%、うん、なるほど、はい、はい、疑り深いんですかね、うん、ね、なんか割と疑わないっていう日本人は、うん、感覚はね、はい、感覚的にはそうね、うん、やっぱいろんなの見てほしいですよ ね、 そうですね、ネットと、うん、テレビと、うん、まあ、新聞、うん、まあ、新聞雑誌あと週刊誌とか、うん、そういろいろ見て最終的に物事を考えてほしいですよね、うん、テレビの評論はかなり間違ってみないよと、そうですね、そして、はい、メディアは権力者や大企業の監視をし、うん、精査をしているかと思うかについて、なんと日本の読者視聴者は、日本に38カ国中最低の
判断をしました、うん、なんと 17% しか同意しなかったのですと、うん、まあ、監視とかまあそういう精査をしてないんじゃないかと、うん、読者は見てると。そうですね、そうそうそう、ところが、はい、日本のジャーナリストはそう思っていないどころか、はい、世界で一番まともな仕事をしていると思っているようですその数字は 91% だからね、新聞とかのね、うん、あのプライドの高さ、はい、あの朝日新聞のやつらのツイッターのプライドの高さとかね、あの NHK とかの職員のおごり、うん、集金するやつのおごり感じますね。習近平がね、はいはい、ジャーナリスト、例えば朝日新聞の高橋純子さんとか、はい、うん、毎回のコラムでめちゃくちゃなことを書いてるんですけど、はいはいはい、あれも相当な自信があるんでしょうね。あんなよう書けるよね。よう書ける、ね、毎回なんかいろいろこう紆余曲折して安倍批判につなげるっていう、あれが面白いんですけどね。あ、本当にね、はい、なんかそっから来たかと毎回思ってね、レベル低いなと思うね、うん、来年のランキングも気になるところなので、はい、またこういう記事があったら、うん、拾っていきたいなと。そうですね、はいはい、思いますね。かっちゃんさん、鹿児島県民ですが、中国の波は香港、台湾、その次沖縄、そして九州と来そうで、鹿児島へ豪華客船が泊まれる港があるよ、よく見るのは中国の金、知事も元朝日新聞の人間らしいが先が怖い。そう、あの左翼の人間がトップになると、うん、沖縄みたいにね、うん、どんどんそのチャイナショックが出てくるんで、うん、怖いですね、はい、余計なものが、はい、佐藤一馬さん、前回と似た新聞ですが、星寄りの新聞といえば読売と産経くらいですかね。高校生の勉強中です。産経に絞った方がいいと思いますよ。読売はまだ、読売は、はい、なんでしょうね、うん、政権よりっていう、うん、安倍政権よりではあるっていう感じではありますけど、うん、まだでもリベラル州はありますね、うん、はい、さあということで、はい、次行きましょうか、はい、NHK のチーフプロデューサー強制わいせつ容疑で逮捕と、はい、これ朝日新聞が報じていまして、うん、路上で無理やり女性にわいせつな行為をしたとして、警視庁は17日 NHK 放送総局大型企画開発センターのチーフプロデューサー安倍広志容疑者を強制わいせつの疑いで逮捕した。同庁への、取材で分かったと、調べに記憶がないので分かりませんと供述、容疑を否認しているという、うん、練馬署によると逮捕容疑は2月23日午前1時半ごろ、練馬区の路上で帰宅中の40代女性に対し、いきなり肩を掴んで押し倒しわいせつな行為を、したというもの。2人に面識はないと見られる。現場周辺の防犯カメラの映像などから安倍容疑者が、浮上したというと。でこの安倍容疑者はビッグデータ、AI を活用した特集番組や災害報道を担当していたそうですね、うん、はい、これ完全に安倍が悪いですね。安倍が悪いですね。間違いなく安倍のせいだと。安倍のせいだと、はい、酔ってたんでしょうね。ああ、なるほどね、うん、そっかそっか。1位ですもん、はい、NHK ってこういうの多い気がなんかしますね。前もどっかの地方の局の記者かなんかが、はい、あの民家に忍び込んで、はい、あのなんか強姦というか、はい、あのわいせつ行為をしようとしたという、はい、いや結構あるの、うん、週刊誌見てても結構あるなっていう感じで、まあ社員も多いからその分あるんじゃないかっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、やっぱやっぱメディアってやっぱ品性をやっぱこうないとね、うん、何報じてんのっていう感じはどうしてもしてきますよ ね、 すね、はい、これが公共放送を作ってるわけですから。そう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 、こういう方たちが。そうですね、いやだからやばいですよね、うん、公共放送大丈夫かと、はい、まあこういう事件があると、うん、また参院選に向けて NHK をぶっ壊すっていう人たちが、はい、伸びてくるんじゃないですか、はい、でもこれ絶対言いますよね、こういうこと、はい、あのこういうまた逮捕されたとか、はい、犯罪がどうだとか、はい、それがどこまで局に関係あるのか、そう別として、はい、言うだろうなと、うんうん、いうのがあるので、はい、もう本当に来月ですからね、うん、参院選。まあ書き込みには横領も多いしねとか、あ、はい、あ、縄氏が骨変形するまで縛り上げて、そうそうそう、なんだっけ、ガッテンのプロデューサーかな、骨変形するまで、SM プレイを趣味にしてて、はい、それで来た女の人を縛ってて、はい、縛られすぎで骨変形して、はい、今でも後遺症があるっていう人がいるっていう。最悪ですね。でもそういう趣味を持ってたって、ね、うん、どんな趣味だよそうそうそう、この放送はニコニコ動画、フレッシュ、 YouTube、 ショールームでやっております。それから Facebook、Twitter もあります。全部フォローしておいてください。で最後はですね、ニコニコとフレッシュの方に移りますので、
ぜひどちらかに入会もしくはニコニコに入会していただけたらと思ってます、はい。ニコニコの方は、カズヤラジオも、できるだけやっております。大体はい、ほぼ毎日なるべくやってるのそうですぜひあのニコニコに毎日とは言わないっていう。そうですね、はい、そうです。ニコニコに会員登録していただいて聞いていただければなと思います。そうです、はい、はい。